変身してくる。ああ、そうだ、そうだ。こっち向けよって言われる。こう、勝負だね。こう、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 こうやって見て。タイミングがね、ちょっと合いません。さっきうまいこと練習あったの。ごめんなさい。わかる？こういう風に手で壁を作るわけだ。で、僕がさっきみんなね、この練習いいですよって言ったやんか。この練習いいですよったら、これほら、もうすでに壁は動きません、これ。足の下からすると、絶対この足はね、壁になったっきり動かないんだ。手やったら、投げるときにほら、開く。でも足は開こうと思ったら、これも全然ルールがここの下を通さなければならないのに、これが開くと意味わからないでしょ。だからこれ壁になるわけなの、この下からの練習は常に。壁ができない人もこれで壁を作った状態で練習すれば、投げるときに壁が常にできる。分かったかな。はい、これバッティングも一緒だから、バッティングも一緒。いいかな。じゃあ今みたいにこの左手を壁を作って投げる。壁がこれうまくいかない人は足の下から投げる。やってみる。はい、じゃあ始めよう。これあの下を次を。
しようと思うと、顔は突っ込んでもできます。いいですか？こっち側ゾーンでスナップをしようと思ったら、顔を突っ込んだらできるんですが、こっちの方でスナップをしようとすると、顔は突っ込めません。逆に前ではなく、後ろに持ってくるくるぐらいの勢いじゃなければ、こっち側でスナップできないんですね。最新スローイングで話をしている胸郭を上げるというのも、胸郭が下がっているとこっちでスナップできないんですよね。こっち胸郭を上げることでスナップがやりやすくなります。これいろんな要素が含まれています。ちょっとじゃあ子供たちやってみようか。やってみようか。指差しスローイングで指差して、とりあえず練習してみ。寒いと思うから、どん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 今言われたようにこっち側でスナップすると。私はお母さん方のもうちょっと詳しく説明させてもらえたらいいかなと思います。これすごいいろんな要素が含まれてて、これをするともう全てのピッチャーの指導を肘上げろとか、アステップをインステップだとか、かかっ体重だとか、つま先体重とか全部乗り越えちゃって、これをさえすればフォームが全部安定する。で、これ理解してもらったら、あ、すごいなということが分かってもらうと思います。で、これを自然と子どもたちの練習の中で最後のメニューでやってもらったら、毎日その練習になるということなんです。というかですね、指をさしたら、さっきのように胸郭を上げなければこちら側でできない。だから胸郭の周りが硬い人は非常に上げるのがしんどいんですよ。胸郭が上がらない人がこっちへ投げるったらすごい難しい、ね、胸郭を上げる柔軟性が低いんです。今日のボーガンとボーガンこの動きを確認してもらえば、別にボールを投げなくてもこの動作を習得するんですが、一人でできるコロナの状態を
き戻す動きをやるのと、こっち側で引き戻しをする動き、どちらの方が強いかというと、こっちに乗せた方が、こっからこう戻す動き、ちょっと試しにやってみてください。こっからこう引き戻す動きと、こっちの体が正対していて、このゾイルがこっちで引き戻す動き、どちらの方が強くなると思いますか？こっちに骨盤に体重乗せ替えてから。